YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。言論の自由を街頭演説する長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年8月28日月曜日、ここは東京新宿駅南口改札前です。ただいまの時間は午後6時10分です。皆さん、日も暮れてきました。小学生、中学生のお子さんのお持ちのお父さん、お母さん、小学生の中学生のお孫さんをお持ちのおじいちゃん、おばあちゃん、9月1日は1年の中で子どもの自殺者が特に多い日なんです。多い日なんです。9月1日は小学生、中学生の高校生の方もおります。自殺をする子どもたちが一番多い日が夏休み明けた9月の1日なんです。どうか自分のお子さん、お孫さんの表情、行動を見てあげてください。関心を持ってください。いや、うちの子供に限っては皆さんそうおっしゃるんです。間違いが起きた後に必ずお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんはうちの息子やうちの娘や、こんなことにはなるとは思わなかった、そうおっしゃる。どうかこの9月1日を油断しないでください。子供はまだ子供なの。大人にとっては大したことない問題も思い詰めて思い詰めて、もう思考力は停止してる。考える力が失ってるんです。大人の自殺と子どもの自殺は全く違うものです。どうかせっかく楽しい夏休みだった、ちょっと暗い影があるな、なんか宿題に手がついてないな、まあついでに怠けてるだけだろう、それならいいんです。それなら全然問題ない、宿題なんかしなくたって。そうでない時がある。楽しそうに話してるのにちょっと影が感じる、そんな時お子さんのお孫さんの話を聞いてあげてください。私だけの星、ポケコロ育てて積んで食べちゃうの、ポケコロさっぱりしたら、ポケコロコロポケコロ、私だけの星、ポケコロ育てて積んで食べちゃうの。9月1日は夏休み明けで子供さんが小学生、中学生、
高校生の方でも自殺が一番多い日一なんです。油断しないでください。自分のお子さんをしっかり守ってやってください。お子さんの話を聞いてあげてください。ただ聞くだけにしてください。聞いてあげれば、あ、こんにちは、聞いてあげれば子供さんは自然と気づきます。大丈夫です。途中で意見を言ってもダメなんです。お父さんはね、こんな時こうしたよ、何もやるにも立ちません。そういう話を聞ける状態がないんです。説教を聞ける話、体制じゃないんです。同じことの繰り返しでよく意味がわからないこともあるかもしれない。多いと思う。じっくりじっくり聞いてあげてください。1時間でも2時間でも半日でも相槌を打つだけでいいんです。その間に子供さんは話しているうちに少しずつ頭の中が整理できて落ち着いてものを考えられるようになる。そうすればもう大丈夫だ。専門家によると自覚は思い詰めた行動なんです。どうしても学校に行くのが重たい、こんな時は学校なんか行かなくてもいいじゃないですか。学校は命がけで行くところじゃない。大人には分からないところがいっぱいある。いじめの問題についてもそう。私たちが子供の時代のいじめとまた違う。スマートフォンやネットでのいじめ、私たち大人では十分理解できないものがたくさんある。ただただ話を聞いてあげてください。ご自身のお子さんのことはお父さんお母さんが守ってあげてください。学校の先生の責任じゃありません。学校の責任でもありません。よく自殺者が出ると、自殺したおっさんが出ると、学校の校長先生、担任の先生が報道陣の前で謝ります。何の意味もありません。これは学校の責任でもなければ、学校の先生の責任でもありません。お父さんお母さんの責任です。子どもの命を守るにはお父さんお母さんしかありません。学校や学校の先生は守ってくれません。記者会見が何かで頭を下げてそれで終わり。もちろん心の中には傷つくでしょう。お父さんお母さんが気づかないものが担任の先生や学校の先生が気づくわけがない。こんなこと言ったら酷だけど本当ならば、お子さんが自殺したらそのお父さんお母さんが社会に対して詫びなきゃいけない。こんな言い方するとね、たくさんバッシングが来ます。来ました。
レールでガンガン来ました。現実はお父さんお母さんしか守ることができない。いくら学校の責任だとか他人の先生だ調査した結果いじめはなかったあったと言っても何の役にも立たない。ぜひ小学生のお子さんをお持ちのお父さんお母さん、中学生のお子さんをお持ちのお父さんお母さん、今日お会いになりましたらお子さんの話をちょっと聞いてあげてください。うちの子供に限って皆さんそうおっしゃる。ぜひ今日帰ったらお話を聞いてあげてください。日が暮れてから大変お騒がせいたしました。こんにちは。あ、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。